はい、エルカチャンネルのショーです。とうとうこの日がやってきました。3月7日です。新阿蘇大橋の開通日です。一般の人たちは15時からですね通れるってことだったので、仕事終わってから通って帰ろうと思ったんですよ。そしたらですね、熊本方面からの車がすっごい並んでて、俺は反対から来るんで入れるんですけど、わすっげーっていうぐらい並んでまして、雨も降ってたので次の日取りに行こうと思って当日はやめたんですよね。エルちゃん、次の日行きまして、向かってたらですね、お弁当の飛来があるんですよ。橋までがどのくらいかな、まあ1キロはないんですけど、その飛来のとこまで車が並んでまして、まあ流れが良かったのでそんな待つことはなかったんですけどね。で行ったんですよ。展望所ができたっていうこともあってそこに寄りたかったんですけど、寄れる状態ではなくて、駐車場いっぱい、そしてそこに入ろうとする車が何台かありまして、もう全然入れそうになかったんです。まあそれで後ろもずらっと並んでるし、もうめっちゃくちゃその橋のとこで時間取りました。本当は降りてからですねいろいろ撮影がしたかったんですけど、ちょっとそれができなさそうだったので別のことをしようと思いまして、橋の開通に伴ってスタンプラリーが始まってます。まずは大洲の道の駅、釘野の遊ぼうの里、それと高森駅、そして橋のとこにある展望所の4カ所を巡るってやつになったんですけど、展望所に寄れなかったのでそれ以外のところに行ってきました。展望所は後日改めてスタンプ押しに行きたいと思います。ということで見てみてください。エルちゃん、ということで大洲の道の駅にやってきました。カメラのトラブルで音声が取れてないんですけど、とってもいい天気で車もいっぱい止まってましたよ。それではスタンプを探して押してみたいと思います。あと何か食べたいな。はい、スタンプが見つかりました。それではスタンプ押していきたいと思います。ちゃんと向きを確認して押しましょう。と、うまく押せました。それでは何か食べようかなと思います。美味しそうなのがいっぱいありますね。こちらのクロワッサン芋タイにしようかな。ビターチョコを買ってみました。こんな感じですね。いただきます。うん、はい、ごちそうさまでした。美味しかった。エルちゃん、続いて遊ぼうの里釘野にやってきました。アウトドア用品を売っているモンベルがここにはあるんですよね。それ以外にもドッグランがあるので犬を連れた方が本当多かったです。いやー、お腹減った。はい、スタンプのある場所を見つけましたよ。こちらですね。あ、この旗が記念でもらえたみたいですよ、当日は。さあ、スタンプの向きを確認して押しましょう。はい、綺麗に押せましたね。小腹が空いたので蕎麦を食べたいと思います。きつね蕎麦ですね。美味しそうですね。では、いただきます。
暑いからですね、フーフーしないと食べれないんですよ。あ、何か言ってますね。これは美味しいって言ってるんでしょうね。さ、スープも飲んで、ごちそうさまでした。エルちゃん。最後は、高森駅にやってきました。こちらはですね、ワンピースの銅像があります。フランキーですね。さあ、何か喋ってますけど、何を喋ってたか覚えてません。スタンプを押しに行きましょう。はい、見つかりました。それでは、押しましょう。お、ここは色が違いますね。青色でしたね、スタンプが。よし、OK。これで3つ終わりました。エルちゃん。はい、ということで3箇所回ってきました。メインのですね、阿蘇大橋がまだ行けてないんですよね。展望場の方には行けるんですけど、スタンプ押すところの建物がですね、時間が決まってまして、それがどうしても間に合わない状態なんですよ。時間を作ってですね、朝から行こうかなと思います。今はまだすっごい人が来てますので、大丈夫かなと思って行くと、もう駐車場が止めれない状態にね、いつになったら阿蘇大橋の撮影ができるんでしょうか。早めにできるように頑張りたいと思います。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。